それではセクシーインスタ映え講座第3弾始めるよね。今回こういう壁とかのオブジェクトを使ったテクニック、側面とかにチューをするの、こうやってわかる？もう床とかでもいいの、もうひたすらもうチューするの、こう見えないところでも、そして極めつけにオブジェクトに頬を当てるの、ぜひ試してほしいよね。失礼。